さあ午前0時、今日も新しい一日が始まりました。あなたは今日というこの日をどこで誰と何をして過ごすのでしょうか。今日という日のラジオ、動くあなたのすぐそばに。このラジオではあなたが見つけた幸せを募集しています。それでは早速お便りを紹介していきましょう。受験勉強を頑張る高校3年生です。今日もラジオを聞きながら勉強しています。早起きをして勉強をしていると、開けていく景色の中、街を走るトラックの音が聞こえてきたり、たくさんの人がこの時間から動いていることに気づき、私も頑張らないとという気持ちになります。続いてのお便り。トラックの運転手をしています。今日も運転をしながらラジオを聞いています。スマホ一つで買い物ができる時代だからこそ、いつも確実に安全に物を届けることで、作る人、受け取る人をつないで、たくさんの人を笑顔にできるこの仕事にやりがいを感じています。続いてソムリエママさんから。去年野菜ソムリエの資格を取ってから、料理を作るのがもっと好きになりました。朝採れたものがその日のうちに食卓に上るって、実はすごいこと。いろんな人の仕事に感謝しながら、今日も美味しいご飯作るぞ。さて、たくさんの嬉しいをつないできた今日もあとわずか。今日という日のラジオ、明日もまた動くあなたのすぐそばに。 This program has been brought you by 日野自動車。